チャルメル層は、雪の下かチャルメル層属の多年草。三河チャルメル層を分類上の基本種とする変種。自家は合成で、有性不燃の株が一定割合必ず存在する、死生量全性一種。地中の根茎は短く、根室用は多場性し、傭兵は長さ2から8センチメートルになり荒い長毛と、専毛が生える。養身は、 長さ2.5から8センチメートル、幅3から5センチメートルになる、甲卵形または卵型で、基部は深い心形、先は普通丼型で、縁には不揃いの教師がある。葉の両面にも荒い長毛と煎毛が生え、裏面は常に高子色を帯びる。下記は4から5月。下形は、側なし、高さ30から50センチメートルになり、 下部には開けでする長毛が密生し、上部には短い線毛が生える。先に相乗果樹をつけ、多数の花がやや間隔をあけてつく。花柄は長さ1から4ミリメートルになり、単線毛が生える。学頭は浅いを塩水型で、学列片の外側とともに、格子色の単線毛が生える。学列片は5個あり、卵状三角形で、 長さ約1 5ト、mm、ルになり先は、え頭、花どき時に直立する。花弁は5個で鼻時に、反曲し、講師色を帯び、長さ約2ト、mm、ルになり、普通3から5列、稀に6から7列し、花弁外面に先天がある。湯髄は5個あり、花弁と耐性し、花糸は、約より短い。劣開直前の薬は、単光色になる。脂肪は、 で花があり、花柱は2個あって、高子色を帯び、中東は浅国から4列する。果実は高小系の果てで、花中間の方合線で開口する。種子は長大円型で、長さ約1 3ト、mm、ルになり、黒こなせず、種皮は暗光色で縦にごく小さな高子状がある。本編種の花には、ライラックアルデヒドを主成分とするチーズ、または、 ゴムのような独特な匂いがある。この匂いに釣られて、キノコバエカのミカドシギキノコバエ一種の実が放火し、花粉を運ぶ。本属コジャルメルソウの花粉を運ぶキノコバエカのコエダキノコバエはこの匂いを嫌い放火しない。キノコバエカ漁師の口の長さの違いやチャルメルソウ族の種による花と役の位置などの違いより、種ごとに倉庫な者が異なり、ジャルメルソウ族の別種が、 同書的に見られる場所においても、ほとんど自然交雑は起こらないという、日本固有種。本州、四国、九州に分布し、山地の沢沿いや渓流沿いなどの斜面や陰湿地に生育する。和名、チャルメル草は、層な草の井で、果実が熟して、上向きに開いた様子が、中国のラッパに似た楽器であるチャルメラに似ている、ことによる。種商名古生は、 基本種の三河チャルメルソエ M、フルセイバリエーション、フルセイのタイプ標本を愛知県南下田郡作手村で採集した植物研究家のフルセイヨシエの件名。編集名サブラモーザはやや分子下の意味。チャルメルソウの学名にマテラスタイロザボイスを採用したのは大井月サブローである。大井は1932年に日本産チャルメルサウ属を発表し、 その38年前の1894年に、牧野富太郎が、ジャルメルサウの学名として発表した、マテラ・ロンジェスケイパ・牧野は、牧野の方が早いが残念ながら記載がないので、用をることができぬとし、タイプ標本を指定していない正式な記載ではなく、その学名は、裸なとし、牧野の発表後3年後の1897年に、記載発表されていた。 マテラスタイロザ・ボイスをマサナとした。これは、フランス人宣教師で、明治大正期に、日本の植物標本採集家であった、ホーリー神父が1892年に、イブキヤマヤマロクで採集し、フランス人植物学者のヘンリー・ボイシエウが、記載発表したものである。大井が発表した後の41年後、若林道夫は、1973年に、 日本産チャルメル草属についてで、チャルメル草属の分布について調査結果を報告している。それによると、チャルメル層は、伊吹山さん、鈴鹿山脈の東側にはなく、琵琶湖より西側、南側に分布し、伊吹山さん、鈴鹿山脈一体に分布するのは滝見チャルメル層であるとしている。また、鈴鹿山脈より東側の岐阜県、愛知県には、 三河チャルメル層が分布しているとした。こうしたことから、若林は、1977年に、滝見チャルメル層及びその禁煙種についてを発表し、王位が採用した、マテラ・スタイロザ・ボイスは、チャルメル層ではなく、滝見チャルメル層であるとして、同種を、マテラ・スタイロザ・エイチ、ボイスシエウ・バリエーション、スタイロザとして発表した。同時に、四国、 九州に分布する四国チャルメル層を、従来のマテラ・マキノイ・エイジハラから、マテラ・スタイロ・ザ・エイジボイシエウ・バリエーション、マキノイはコップに組み替えた。こういったことにより、チャルメル層の学名がなくなり、若林は、チャルメル層の新学名について、三河チャルメル層・マテラ・フルセイ・オビーとの禁煙関係を重視し、両子を相互に変死関係にあるとし、 チャルメルソウオマテラフルセーボウィーバリエーション、サブラモーザはコップと新編集名を正式に記載命名した。日本産のチャルメルソー属は12種が知られる。いずれもかなりよく似た植物であるが、その脂肪の位置や学等と関わる形態などで3説に分けられ、これら将来的には別属となる可能性がある。本種と共にチャルメルソウブシセクト、アシミテラーアーに含まれるものは10種ある。 そのうちで本種と共に補福形を出さず、は丸濃く、背丈が15センチメートルを超える程度の大きさのものには3種がある。このうちで、腰のチャルメルソウエムコシンシスは、開花時に、学列片が平らに開き、時に反り返る点で、開花時に学頭が直立する本種とは異なる。この種は、新潟県と富山県の固有種である。また、 鈴鹿山脈に関する滝見チャルメルソー M、スタイローザバリエーション。スタイローザとその編集で、四国から九州に知られる、四国チャルメルソーバリエーション。牧野いは、種子の表面に細かな突起を密接する点で、種子表面に微細な粒状を持つ本種と区別される。三河チャルメルソーは、学名上は、チャルメルソーの分類上の基本種となる。花弁が、右上に7から11列する。 日本固有種で、本州の長野県、愛知県、静岡県、岐阜県に分布する。チャルメル層と同様に、ライラックアルデヒドを主成分とする独特な匂いがあり、ミカドシギキノコバエ一種の実が放火し、花粉を運ぶ。ありがとうございます。